塩麹塩麹とは、東北地方の伝統的な食品358、漬けの漬け床がそのルーツと言われる、日本の調味料。358漬けが塩、米麹、米を3、5、8の割合で混ぜて、野菜や魚の漬物床とするのに対し、米抜きで、より発酵、熟成させて作られる。古くは、本調食感のうろこぶの巻。 岩しの箇所に、ある夕雨自動車、夕かすつけ車、夕縁麹事つけ車号、岩黒つけという下りがあり、塩麹事つけという文字列が見られる。この後長らく、塩麹に言及した資料は見当たらないが、2001年になって、料理漫画、汚染の中で、塩麹が紹介される。2007年、大分県佐伯市の麹事や、本店、あさり大砲がつけ床ではなく、 調味料として使う塩麹料理のレシピをブログや本で広めたのが呼び水となり2011年後半頃から様々な利用法で人気を博すようになった塩麹を利用した様々なレシピが書籍や料理教室で公開されており最近では乾燥タイプや液体タイプも登場している塩と麹を合わせ水を加えた後発酵させることで作成する NHK は塩、麹、水イコール1、3、4の重量比を基準としているが、塩濃度を変えることもできる。ただし、塩濃度を下げすぎると調味機能や保存性が低下するとの指摘もある。このほか、麹が水を吸うたびにひたひたになるまで水を足していくという作り方をすることもある。肉や魚をつけると、食品中のデンプンやタンパク質が糖やアミノ酸に、 加水分解され、旨みが増す。野菜や、魚、バゲットなどにかけ、そのまま提供する場合もある。スープやソースの隠し味に利用されることもある。ありがとうございます。